何故ここんなところにーわっ万族の若い戦士ベェオルのおいか何かかはあ,あなんという美女婦騎士にもこれほどの男前はいなあっってたただだだれだ貴様こっちをジロジロと見るな<む>今一瞬何を考えていた見た目に惑わされるな 相手は蛮族だましてやこの状況低層の危機ではないかはあ,あああああうむなるほどなるほど誰かと思えばその金髪に青い瞳は次期大族長殿が捕らえた女戦士ではないかその格好… さては滝で水浴び中に獣でも出たかなぜそれをわ、俺の母も西の元戦士。似たような話を聞いたことがあるだけだ。あ来<っ>た当初は自然の豊かさ、獣の多さに驚いていたと、幼き頃に聞かされた。今はすっかり馴染んでしまったとも言っていたが、ふむ。 初対面で聞かせる話ではなかったか若さからして16時当世20年ほど昔の女騎士か昨日あの男が言っていた風習からすればあり得る話だあっあっうん。く、う、そ、ん。さすがに冷えるなうほれあ え,え、何を？まったく。おなごが体を冷やすものではない。<あ>そなたの服が置いてある場所まで送ろう。しばし、その上着を使うがいい。気休めになる。なんだこの青年。紳士か。バンズクの連中は、女と見れば獣のように襲う。 ずっとそう思っていたが例外がいた獣どころか,かこの穏やかさどことなく漂う気比西方騎士の鏡のような男がこんなパンチにいやなんというか開口一番嫁になれとか言ってくるベオルが異常なのかふはははははもしや私は大外れに捕まった 急に震えてどうした顔も赤くなっておるまさか本当に風邪をひいてしまったかはあ,あ近い近い顔が近いうーんしかも何か気遣っている様子だしいいいか男性経験がなさすぎてどうしたらいいか全く分からん本当にまずいの山を降りるのも辛そうに見える分からんけど もう一押しあると何かまずい予感が仕方ない触れるが悪く思うなはい <laughs> そなたは羽のように軽いなああ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 あ こいつらの風習で急行されてたら本気で危なかったかもしれない。んあ、はあ、やっと見つけました。すぐに戻ると思ったらこんなところに。それと、良い雰囲気のところを申し訳ないのですけれど、何をどうしたらそんなことになるんですかね。 見せつけられてるヴェーオル様えっはあ、ここまで気づかれぬと求婚した手前寂しくもあるなフッ <laughs> だがわしがヒゲを剃っただけで乙女のように赤面するとはウブなやつだのう。 ようにのところで引っかかるんですえ不安定な姿勢からこの平手 <laughs> さすがわしの見込んだ女子よものすごい赤くなってますが大丈夫ですかふわ血 <laughs> とからかいすぎたかとは思っておる <laughs> 私が剣を持っていたら血決ものだ 第一こうなったのも貴様があの怪物の巣窟に連れてきたからだろ自業自得だ怪物の巣窟サバイバオとモリスベリがいましたねただの獲物ではないかそっちの常識で語るなはあ、とんでもない目にあった目にあったが特別に今回は許してやれ景色だけは。 悪くなかっただが二度目はないと思えふん <laughs> それなら結構わしも嫁子が寛大と知れて誠に有意義であったははははよだから勝手に嫁だどと決めるなこの後にお呼んでですかなんだその哀れみの目はまったく、うん、本当に とんでもない目にあったが、まあ、ヒゲのない顔なら見れなくはないと知れた、か、本当に少しだけだかな。数日後。なぜだ。瞬く間にヒゲは伸びた。